皆さんこんにちは、ケン山本です。今日はですね、バンコクのドンキホーテのですね、1階にある三つ本コーヒーさんにお邪魔して動画を撮影しています。夜になるとですね、結構比較的空いてることが多くて、いい勉強場所としてですね、使わせていただいています。今日先ほど前回のですね、動画でアップしたのはですね、トラウマが、体の不調を作っていることがあるよっていう話をしました。顔面麻痺というかですね、こうチック症状ですよね。こういうところがチクヒクヒク動いちゃう、僕の、若かりし頃というか小学生の時代に、チック症状が出て止まらなくなってしまった。そしてそれは高校でも大学でも起きていたし、大学の時は親父と喧嘩してですね、家出させられて、そして、なんかアトピーみたいなものも出ちゃったし、それから大学病院でですね、腰椎分離すべり症と診断され、一生腰が治りませんよって診断された時も、家出をさせられて、なんていうか、ちょっとこう親父と喧嘩して、なんか要はね、山本家はね、感動されたんですね、一回ね。で、感動ってもう 家の敷居をまたぐなっていうぐらい、親父を怒らしちゃって、そんなことがあってですね、大学もそうだし、自分でなんていうか一人暮らしを始めて、全てを賄わなければいけないっていうことをですね、し始めた時期だったんですよね。で、あえて言えば僕の中のトラウマというかですね、それがあるとすれば、その時期にですね、いろんな症状が降りかかってきたんですよね。例えば、アトピーと診断されたことがあり、そして腰椎分離症となったことがあり、そして日に日にこうチック症状っていってね、もう鼻のあたりがピクピクしたりだとか、目をギューってつぶってみたりだとか、こういう症状って、疲れると今でも出たりするんですが、それは今治し方を知ってるのであれなんですけども、そういう時期と重なってますね。分離すべり症の痛み、それからなんと痛風もですね、その時期から発症してるんですよ。なので、なんていうか過度にですね、僕のその時の器、今はその時よりも少しは大きくなってるっていうふうに思いたいんですが、その時の器がよりをその器の範囲を超える大きなストレスを受けることによってですね、いろんな症状が出ちゃったんじゃないかなっていうふうに今僕は自分の中で分析しているわけですね。なので、なんて言いますか、自分の容量という、その入る器のね、容量というのは決まってるわけで、それを超えるほどこうストレスを、受けてしまうと、やっぱり、体が食べ込んでしまって、そして、症状を出してしまいますよね。そういう話を前回させていただきました。そしてじゃあ解決法は何があるのかということであれだったんですが、呼吸が大事だよって話をしましたし、交感神経と副交感神経の、問題を考えてみましょうなんていう提案をしたんですが、実際に何をすればいいということがなかったっていう話を、メッセージいただきましたので、今日はそれについてね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。実際にもうその精神的に参ってしまうと、筋肉はガチガチになっちゃう、体は硬くなっちゃうし、それによって、内臓もですね、ストレスを受けていますので、非常に厄介な状態になっているわけです。そして、交感神経、副交感神経が、散々乱れてしまっているので、非常にね、リカバリーが難しい状態なんですね。その時に、僕がお勧めさせていただきたいなと思うのは、なんと、当たり前のような話になってしまうかもしれませんが、足浴ですよね。足浴って聞いて、ガクッとした人もいるかもしれないんですが、でも交感神経、神経が高ぶってる状態から優しい感じにですね、副交感神経を優位にするためには、やっぱりね、足を温めるってことが特に重要になってきます。冬なんかは特にですね、心身ともに冷え、そしてストレスでまた冷えみたいなことが起こってくると思いますので、足浴というものがですね、非常に大事になってくるというふうに感じていますね。で、僕ね、冷え症について勉強させてもらったことがあるんですが、冷え症の
学会によると、温浴だとかお風呂に使ってもいいんだけれども、まあ、それはとても大事なことなんだけども、出るときにですね、湯冷めをしてしまうっていうことがよくあるそうなんですよ。だから湯冷めをしないように、足浴もしくはお風呂から出たときは、まあ、指の間もですね、ちゃんと、まあ、乾かせるようにですね、拭いていただいて、そして、まあ、じわーって汗ばんでいるんであれば、それもですね、しっかり乾かしてあげてから、汚れになってほしいなというふうに思います。それからですね、皆さん最近は、現代はですね、お風呂に浸かるってことはあんまりしない人が多いですよね。なので、まあ、シャワーで済ませてしまう人なんかは足浴がいいと思うんですが、まあ、シャワーしかない人なんかはあえて言えばですね、僕はね、始発とか結構好きで受けに行くんですが、やっぱり疲れた体はなんていうか、筋肉もカチカチになっちゃうので、せめてですね、まずは固まってしまっているところをリラックスさせていただくと、少しで不思議なことにね、少しだけ精神に余裕が生まれるんですよね。なので、ガチガチ頭がパンパンになっちゃってる、考え事しすぎて頭がパンパンになっちゃってる人なんかはやっぱりですね、指圧とかマッサージ、もしくは、まあ、僕が推奨している KYT というね、まあ、僕が作ったテクニックがあるんですが、そういったものを受けていただくことによって、少し、体にですね、思考にもですね、余裕が生まれるんですよ。ガチガチに固まった筋肉はもしかしたら、筋疲労かもしれないし、もしくは、精神的なね、問題から来ている疲れなのかもしれない、まあ、心の疲れだとか精神的な疲れだとか脳の使いすぎっていうふうにも考えられるっていうことなんですよ。なので、少しだけでも筋肉を緩んでいただいて、そしてさらに、心のですね、余裕を得るために、まあ、指圧マッサージ、それから、まあ、オイルマッサージみたいに、もう筋肉を徹底的に緩めてくれるようなマッサージなんかもいいですよね。そしてやっぱりこう体を整えるという意味では、歪みを整えるためにこう、作りました KYT ベーシックなんかもかなり有効であるというふうに、患者さんからもフィードバックをもらっています。 そしてトラウマがある方なんかは、その後で、まあ、カウンセリングとかを受けていただければ、さらに体も緩み、そして少しこう余裕ができたところで、なんで僕はこういうマイナス思考に陥ってしまってるんだろうとか、なんでこうネガティブな感情ばっかり生まれてきてしまうんだろうかとか、そういったことを考えていくといいんじゃないかなというふうに考えます。だから、体を緩ませてもないのに話だけ聞きに行ってカウンセリングを受けてっていう感じだと、筋肉が固まっちゃってる症状、もしくは肩こりの症状っていうのはどういう状態かというと、筋肉が短縮したり、短縮したものが伸ばされようとしてストレッチされようとするわけですから、いつもですね、筋肉が掴まれてますっていう状態がずっとね、脳の方にこう信号が行き続けてるんですよ。だからせめてそこの固まっているところを緩めることによって、若干の脳のリラックスを与えることができると思うんですよね。それを行った上でのカウンセリングの方がかなり成果は上がるんじゃないかなというふうに僕は考えます。もしもカウンセリングをした後にマッサージだと、これはちょっと順序が逆になっちゃうんじゃないかなというふうにも思いますし、リラックスをまず全身マッサージとかしていただいてですね、もしくはリラックスできるんであれば、まあ、芸術鑑賞したりだとか、自分の好きな音楽を聴いたり、それから映画を見たりですね、何かこうお花とかね、そういったものを鑑賞した後に、もしくはリラックスする相手と、いい時間を過ごした後、もしくはデートの後なんかにカウンセリングに行かれるとですね、少し心の余裕が生まれている状態で、自分の感情を探ることができると思うので、まあ、そういうふうにしてみたらどうかなっていうふうに提案させてもらいたいなって思います。足浴はとても大事です。そして、筋肉が張ってくるという症状というのは、精神的な考えすぎの症状スタートの筋肉のガチガチっていうこともよくあるはずです。まあ、皆さんも経験があると思うんですが、なので、筋疲労なのか、運動しすぎによる筋疲労なのか、精神的な、なんかこう最近考えすぎなことが多いからなっていうのは皆さんが
それぞれ分かっていらっしゃると思いますので、精神的な疲労だとしても、それから使いすぎによる筋肉の疲労からスタートしている凝りだとしてもですね、マッサージとかストレッチだとか、温浴とかは、まあ、お風呂もそうですよね、温泉もそうですよね、体を緩めることがまずできると思いますので、ゆっくりした時間を作るという一つのテーマもですね、お勧めしたいと思います。まあ、前回はこういう関係性があるよって話をしたんですが、具体的にどういうことをすればいいのかっていう話をですね、まだしてなかったので、この動画をですね、バンコクにいるうちにお話しさせてもらおうと思って動画を撮影しました。今日これからですね、今夜なんですが、夜中の便でフィリピンに向かってですね、そして、村長に会いに行き、そしてボランティア、もしくは、マニラによるKYT マニラセミナーにね、突入していこうと思っております。それではまた YouTube 動画でお会いしましょう。ケン山本がバンコクのですね、ドン・キホーテの1階、池本コーヒーからお送りいたしました。それではまた。